本日は BMW R1100R ボッシュのインジェクターのお掃除をいたします。さあ、電源を使いインジェクターを開き、逆噴射で中のゴミを外へ出してしまおうという作戦ですね。用意するものはでかい注射器 CC 60cc ですね。これは 60cc。 さらにこのインジェクターの径にあったビニールホースですね、内径9ミリ。9ミリ。データが豊富です。9ミリの透明の、何ホースっていうんですか、塩ビホースですか。これ塩ビじゃないですね。なんだろう、アクリル系のホースですかね。これキャブクリーナーとかも溶けませんでした。大丈夫です。で、さらに約5ボルトで動作します。4ボルトぐらいでもいけるのかな。ちょっと押してみてください。カチッって聞こえますかね。で、約ですね、5ボルトもういらないですが、5ボルトぐらいでインジェクター動作しますので、そんなショートして危ないということはありませんので、安全にできます。ではやってみましょう。まずはキャブクリーナーを注射器の中にある程度入れます。もっとズバッと言ってください。ズバッと、はい、ズバッと言ってください。はい、ズバッと言ってください。ズバッと言ってください。はい、OK です。それぐらいですね。はい、それで注射器を装填し、ある程度圧を、ちょっと待ってください。ここに空気入ってますね。ちょっと待ってください。反対です。下へ落として、あ、反対か。ここに空気、よいしょ。はい、はい、空気出ました。はい、じゃあいいです、いいです、いいです。はい、はい、そのままゆっくりインジェクター、なかなかですね、やはり反対側から入れようと思うと大変ですね。じわじわ出ています、じわじわ出ています、じわじわ出ています。反対からだとですね、やっぱり大変ですね。ただこのフィルターを変えないとなると、フィルターからの、ゴミですね、こうやってやると出てくると思いますので、今 30cc ぐらいでしたっけ？あ、20cc ぐらい、20cc ぐらい使いましたですね。じゃあもう一回やってみましょうか。これスプレーでそのまま吹き込みたいとこなんですけどね、なかなかですね、スプレーの圧力うまく伝わらないので、注射器を使ってやることにします。はい、ではスイッチオン。いっ、じゅわーっと出てますね、じゅわーっと。ちょっと一旦止めましょうか。はい、ここでちょっと浸しましょうね、浸しましょうね、浸しましょうね。そうですね、ちょっと切りましょうか。はい、オフで、これでインジェクターが閉まりました。ピタッと止まりますね。ということで、このようにやると逆噴射のお掃除が楽にできます。ぜひお試しいただけると幸いでございます。